ルークでングは、スイスボーシュー、エーグル出身のプロサッカー選手。ポジションは FW。プリメーラディビシオンセビージャ FC 所属。オランダ代表。主なポジションは、センターフォワードだが、トップ下を任されることもある。シーム・デ・でングは、ルークの兄である。両親ともに、スイス国内リーグでプレーするプロのバレーボール選手であった。スイスのエーグルで生まれ、4歳の時に、 オランダに移住したため、スイスで生活した記憶がないという。デフラーフスハップ、編集ヘルダーラント州、ドゥーテンヘムにあるアマチュアの DZC68 で、兄のシームと共にプレーし、兄弟揃って、地元のプロクラブであるデフラーフスハップに、スカウトされた。シームはデフラーフスハップの下部組織在籍中に、アヤックスアムステルダムに引き抜かれ、ルークだけがデフラーフスハップに残った。 ルークは2008年にトップチームに昇格し、ナック・ブレダ戦で途中出場してエールディビジデビューした。SC ・ヘイレン・フェーン戦でも途中出場した後、新加入のベン・サハルとコンビを組んで、先発出場するようになった。ビレム2戦で初めて、サハルとにトップを組み、この試合でルークは、サハルの決勝点をアシストした。ホームでの FC ・トゥーエンテ戦では、 l d ビジ初得点を挙げて2から1とリードしたが、その直後にハンドの反則で FC2 エンテに PK を与え、ブレーズ抜く方に同点 PK を決められて引き分けに終わった。ヘラクレスアルメロ戦ではオーバーヘッドシュートで決勝点を挙げた。ホームでの NEC 内面編戦では足首を負傷して前半で退いた。チームが昇降格プレイオフを戦っている最中に、 怪我から復帰し、RKC バールバイクとのホームゲームでは決勝点を挙げたが、結局エールステディビジ降格に終わった。FC トゥエンテ、編集 FC ルビン火山戦でのルークでヨング2009年4月6日、FC トゥエンテと3年契約を結んだ。KNVB カップの SC ジュール戦で、後半途中にダリオ・ブイチェビッチとの交代で出場してデビューすると、 この試合でにアシストを記録した。同大会のカペル戦で遺跡後初得点を含む2得点を挙げた。2009年11月5日、FC シェリフティラスポリ戦で、ミロスラフ・ストフとの交代で出場して、UEFA ヨーロッパリーグデビューを果たした。12月2日のフェネルバフチェ SK 戦でも途中、出場している。 KNVB カップのエルモンド・スポルト戦では2得点を決めて勝ち上がりに貢献した。2010年1月1日、FC ユトレヒトとのアウェーゲームの90分に、ケネス・ペレスと交代してエルディビジデビューを果たした。ブレイズ・ヌクホが負傷したため、UEFA ヨーロッパリーグ決勝トーナメント1回戦の、ベルダー・ブレーメン戦ではルークが、先発出場の機会を与えられた。アウェーで行われた試合では、 ヘディングシュートでネットを揺らし、欧州カップ戦初得点を記録した。2010年2月28日、NEC 内目編戦でエールディビジ初得点を挙げた。4月10日の SC ヘイレンフェーン戦では、ロスタイムにリーグ戦2得点目を挙げた。2009から10シーズンはリーグ優勝して、自身初タイトルを獲得した。ルークは2010年7月31日の、 ヨハン・クライフス・スハールでも重要な役割を果たした。マルク・ヤンコの負傷のために、ルークがアヤックス・アムステルダム戦に先発出場し、8分に決勝点を挙げて、タイトル獲得に貢献した。ボルシア・メンヒエングラート・バッハ、編集2012年7月、ボルシア・メンヒエングラート・バッハに5年契約で移籍。入滑する、編集2014年1月、出場機会を求めて、 ニューカッスルユナイテッドへ2013から14シーズン終了まで期限付き移籍した。PSV 編集2014年7月、PSV アイントホーフェンへ2019年6月までの5年契約で完全移籍した。セビージャ FC 編集2019年7月1日、セビージャ FC への移籍が発表された。契約期間は2023年までの4年間。 同シーズンの UEFA ヨーロッパリーグ決勝のインテル戦では2ゴールを決めて優勝に貢献、同試合のマンオブザマッチに選出される活躍を見せた。世代別オランダ代表の経験があり、U-19 オランダ代表では5試合出場5得点、U-21 オランダ代表では2試合出場3得点を記録している。2011年2月9日、 オーストリアとの親善試合の後半に、ディルク・カイトとの交代で途中出場し、オランダへ代表デビューした。同年9月6日、UEFA ユーロ2012予選のフィンランド戦で代表初得点を挙げた。2019年9月30日時点2019年10月10日、現在国際 A マッチ21試合5得点 FC、トゥエンテ PSV アイントホーフェンセビージャ FC、 ありがとうございます。